皆さんおはようございます。美しい国、日本のためにの時間であります。今日はですね、この台湾有事は日本の有事だというふうに言われているわけなんですが、一体それってどういうことなのかなというふうに思ってらっしゃる方も多いと思うんですね。あるいはまた、もう何も考えないでですね、もう方程式のように、台湾有事は日本の有事と、こう言われたら、そうなんだと。素直にですね、そう思ってらっしゃる方もいると思うんですが、なんでそうなのというふうに思っている方、そのためにですね、そういう皆様のために今日お話をしようと思っております。この台湾有事ということは何かというと、台湾とですね、中国との間の軍事力の差というのがあるんですけども、ざっと考えても陸軍というか地上部隊ですね、中国の場合は200万人以上いるんですよ。で、台湾の方は17万ぐらいしかいないんですよ。この辺から比べてももうこうなんて言うんですか、全然違うんですね。で、戦闘機なんかでもですね、中国の方が3000機以上あるんですけども、台湾の方は500機ぐらいしかないとかですね。もういろいろですね、もうその、軍事力において、この戦争ができるという状況にはないんですよ。したがって、可能性としてはですね、台湾の方から中国に軍事攻撃をする、侵攻をするということは、もう 100%、120% ありえないんですね。で、今度は中国の方はですね、もう軍事力の差においてですね、もう戦争になれば勝つのは決まってる、まあ状況にあるわけですから。勝つことが決まってる方はですね、相手を占領、あるいは台湾を占領、あるいは台湾を統一するという目的のためにですね、軍事行動を取る必要があるというふうに判断すれば、必ず軍事行動を取るでしょうね。取れば勝てるんですから。ね、台湾の方はもう防戦するだけで勝ち目はないと。こういうことになる。これがもう基本なんですよ。したがって、まあ、この中国は、台湾は中国の一部だという考え方をとっているわけなんですよ。これちょっと歴史的にもおかしな話なんですよ。実際のところですね、まあ古い話ですが、1979年1月の1日に、アメリカと中国との間でですね、米中平和友好条約っていうのが結ばれましてね、いわゆる条約のもとにアメリカと中国が国交正常化して、いろいろな通商その他ですね、を行うということになったんですよ。で、その時のですね、条件、この条約に書かれていることで、お互い双方認識したことはですね、中国は一つしかないんだと。ね、当時、中華人民共和国と中華民国と、この二つあったわけですよ。で、中華人民共和国が、まあ、中国本土を全部支配して、そして追い出されましてね、中共に。そして台湾に逃げて、台湾で政権を作ったと。国民党政権を作ったと。これが中華民国なんですよ。ね、だから、もう、完全にこれ分離していたわけなんですよ。しかしながら、中国は、台湾は中国の一部だというふうに、まあ、考えていまして。で、アメリカもそれに賛成してくれということで、アメリカも賛成する。したがって中国は一つ、台湾は中国の一部ということをですね、中国とアメリカが条約で、ね、そして条約は批准されたわけですから、ね、批准された以上、これを破棄するかどうかしない限りですね、この中国は一つ、台湾は中国の一部ということ、これを変えられないんですよ。逆に言うと、これに従わなきゃならない義務があるんですね。つまり、アメリカは一つの中国、台湾は中国の一部という、この原則を守らなきゃならない立場にあるわけなんですよ。ね。しかしながら、現実はですね、この米中の条約が締結された1979年の1月1日、この時にですね、台湾を中国は一つもたりともですね、中国は台湾の領土を支配してませんから、ね、で政治も、全くその中国共産党政府とは全く別ですから、システムも違う、何もかにも、ね。だから、台湾という領土に台湾の国民がいて、そしてそこで選挙して、国民の代表が国会、ね、立法府、それから、司法、ね、それから行政、この三権分立に基づいたですね、民主国家を、この台湾に作って、中華民国という民主国家が設立されていたわけですよ。ね。で、こちらは共産主義です。選挙もしない。
ね、国家主席をですね、選ぶのに国民投票、国民選挙もないという、いわゆる共産党独裁国家みたいなもんですよ。これは全く異質ですよね。うん。だから、台湾は元よりっていうのはアメリカと中国が条約を結んだその時からですね、一つじゃない。台湾は台湾。中華民国は中華民国。中華人民共和国は中華人民共和国。全く別なんですよ。ね。うん。こういう別な状況でありながら、アメリカ、実は日本も中国と平和友好条約を結んでまして、アメリカと同じようにですね、一つの中国、台湾は中国の一部ということを、この原則をですね、認めているわけなんですよ。しかも条約は批准しているわけですから、この原則に反することができないという立場にあるわけなんです。ね。これは条約上のことなんです。ね。ところが、現実は全くこの違うと。ということで、ご存知の通り、台湾は台湾政府、ね、三権分立に基づいた政権が国家を運営しておりますということですよ。そして台湾の領土の一つもたりとも中国に占有されていません。国土は固有の国土。そしてそこに国民がいて、国民が選んだ代表が立法機関となって、行政機関がこれを実行し、そして司法がそれを監視していると。こういう体制が今現実にあって、毎日それが動いてるわけですから。ね。これ、どこを見てもですね、中国の一部じゃないんですよ。ね。一部じゃない。いわんや、台湾はそういう意味では独立してるわけなんです。で、そこでですね、問題があるわけなんですが、習近平国家主席はですね、政治使命として自分のなさねばならない、ね。使命として、この台湾を中国に併合する、あるいは台湾を統一すると。いうことは使命であって、これはどんな犠牲を払っても実行しなきゃいけない。場合によっては軍事力に訴えてもこれは実行しなきゃいけないと。こういうことを宣言しているわけなんですよ。ね。そこで今度はアメリカと台湾の関係なんですが、アメリカは台湾関連法というですね、法律を作って台湾の安全を保障すると。いう法律を持ってまして、さらにそれを具体化するためにですね、3つだか4つだか台湾の関連の法律を作りまして、台湾にいろいろ軍事支援をすると。ね、オバマ大統領の時までは軍事支援のその兵器っていうのはちょうど日本がアメリカから買っていた兵器と同じように、防衛専門の、守り専門のその兵器だったんですよ。ね、オバマ大統領の頃までは。日本もずっとそうだったんですよ。ところが日本の場合はさっき三方改定で自衛隊に敵地攻撃能力を持たすということで三方改定が今どんどん実行されてるわけなんですが、そうするとですね、先制攻撃できるわけですから、専守防衛じゃないですね。したがってトマホークとかですね、攻撃型の兵器を今、自衛隊の方はどんどん装備をしてると。で、台湾の方もですね、この専守防衛だったんですが、オバマ大統領の頃までは、トランプ大統領になってから状況が変わりまして、台湾をまるで国家として認めたかのごとくですね、アメリカの高官、いわゆる日本でいう大臣ですよ。大臣クラスが、あるいは国会議員がどんどん行くという。これはですね、もう中国にしてみたらですね、一つの中国という原則を無視した行為だということで起こるわけなんですが、そこへ持ってきてですね、今まではその防衛型、守り専門の兵器だったのにですね、今度はトランプの時から今バイデン政権になってもそうですが、もう攻撃型のですね、中国を攻撃するためのミサイルとかね、そういうものをどんどん今、この台湾に装備してるわけなんですよ。で、こうなってくると中国の方はですね、今までは台湾の方はどこまで行っても受け身ですから、まあ中国の方がですね、好きな時に攻められるし、別に攻めなくても構わないと。台湾の国民党が政権を取ればですね、これ親中派ですから、親中派の国民党が政権取れば、そこと話し合ってですね、統一すればいい話で、別に武力に訴える必要もないわけですから、時が来たら統一できるという部分もあったんですよ。ところがアメリカの方がどんどん台湾に手こ入れしてですね、中国本土を攻撃するような兵器をどんどんこの台湾に設置していくということになるとですね、今度は中国の方は穏やかじゃなくなってくるわけですよ。ね。それが今今日なんですよ。だから、どちらがいいとか悪いとかっていう問題じゃないんですが、アメリカの方はですね、どんどん台湾に、この攻撃型兵器で、中国の言葉を使えば挑発
中国に対して挑発するようなことがですね、今どんどん起こってるんですよ。だから、この台湾海峡とか台湾の上空をですね、中国の戦闘機が領空侵犯したとか、台湾のこの領域にですね、中国の海上警備艇とかですね、あるいは潜水艦なんかが入ってきたとか、そういうようなことが今起こって一触即発の状況が今現在起こってるわけですよ。なんでそういうことになったかっていうことを考えてみると、これはもうエコひいきなしに客観的に考えてみると、やはりアメリカが台湾に攻撃型兵器をどんどん入れて武装して、そして中国に挑発してると、挑発という言葉が当たるか当たらないかは別として、逆に中国に脅威を与えているという事実もあるわけなんですよ。前はそうではなかったんですよ。日本と同じ専守防衛ですから、どこの国も日本は怖くないんですよ。専守防衛ですから、で攻めないんですから、だから攻める能力からいいんですから、どこの国も怖、日本のことは怖くない。中国にとってみても台湾は怖くなかったわけですよ。ところが今度は怖い状況になってきたという、これがですね、今の状況。また引き続きお話をいたします。